いや、これちょっとぜひ、ね、お家で皆さん冷え性で悩む方やっていただきたい。アンミカさんも納得。今日のテーマは針やお灸、漢方薬など東洋医学の力。なかなか治らない辛い冷え性がポカポカです。厄介な頭痛も痛い、うん、すごいツボ。針を使えば気持ちいいですね。さらに冬場の憂鬱な気分だって痛いところでね、簡単なツボ押しをするだけで、はっきりした、まあね、今回は冷え性や頭痛、うつ、お腹の不調といった冬に起こりやすいお悩みを一挙に解決しちゃいます。実は今東洋医学の効果が科学的に証明され始めています。世界中で本当の力に注目が集まっているんです。今意外な病気の治療に針が使われているんですって。一体何を治療しているんですか？これはうつ病の治療です。うつ病？メンタル？効くの？何でも手や足にあるツボを刺激することで症状が改善するんだとか。こちらは3ヶ月前から治療を受けているコリン・マシューズさんです。6年ほど前からうつ病に悩まされてきたというマシューズさん、針治療の効果に驚いたといいます。針が薬の代わりになるなんて馬鹿げていると思っていました。でもやってみたら前向きな考えで満たされ、信じられないくらいリラックスできたのです。以前は落ち着きがなく、テレビを見たり本を読むことさえできませんでした。治療を始めてからは心配事が減ったみたいです。昔のように家族や自分自身を気遣えるようになりました。針のおかげで元の自分に戻れたのです。マシューズさんを治療したのは30年以上にわたり東洋医学に携わるヨーク大学のヒュー・マクパーソン教授。イギリスにおける針治療の第一人者です。およそ3割のうつ病患者は薬を好まずすぐやめてしまいます。それに効果がないことも少なくありません。針治療は薬に代わる重要な選択肢の一つなのです。マクファーソンさんたちはある研究で手応えを感じていました。うつ病患者を対象に薬など通常の治療だけを行うグループと、通常の治療に加え針治療を行うグループとで比較してみました。専用のアンケートをもとにうつ症状の度合いを調べてみたところ、治療前はほぼ同じだった自覚症状が3ヶ月後針治療を併用したグループでより大きく改善していたのです。この証拠は強力です。薬だけより針治療を併用した方が効果的なのです。患者さんたちに何が起きているのでしょうか？実は日本でもそのメカニズム解明に向け、病院や大学が連携した臨床研究が始まっています。こちらは20年近くうつ病に悩まされてきた島田雅子さんです。買い物してると自分が何をしてるのか分かんなくなって、フロアをずっと行ったり来たり行ったり来たりっていう状況になって、なんとか頑張って治療していきたいなと思います。
そこで島田さんにうつ症状に効果があると報告されているツボを針で刺激。週に1回治療を受けてもらいました。3ヶ月後、島田さんの脳に驚きの変化が現れていました。光トポグラフィーと呼ばれる装置で脳の血流量を測定してみたところ、うつ病に関わるとされる前頭葉の血流量が大きく増加、すなわち脳の活動が改善していたのです。こんなにこう血流こう体育館内であまり動くっていうのがあまりないので、針がここまでこう劇的に綺麗にこう数字が変わってくるかなっていうのはちょっとびっくりって感じですけどもね。体にの負担も少ないっていう意味では画期的な一つ の選択肢としてはあるかなと。脳の変化だけではありません。島田さんの自覚症状も。治療を始めて以来大きく改善、その後も調子を保っているといいます。すごい。今はもうとにかくスムーズに考えもまとまるし、できないことっていうのがなくって、こう生きてるのが楽しいっていうか、やりたいこといっぱい、そういう楽しみっていうのが出てきますね。いや、もう目の力というか、もう笑顔、表情の輝きも全然違いましたね。ただの魔法じゃなかったですね。ちょっと安野先生、先ほどご紹介した日本での臨床研究にも実は参加されていらっしゃるんですよね。はい、そうですね。日本ではまだ始まったばかりなんですけれども、お薬が効きづらい、それからカウンセリングも効きづらい、こういう方でもおよそ6割から7割の方に効果があるという結果が得られていますので、はい、試してみる価値はあるんじゃないかなっていうふうに思っております。なんで針でそんなことが起こるんでしょうか。そうですね、それが不思議です。医師でもある大野先生にも聞いていきましょう。はい、まずそのうつ病っていうのは原因は何なのかというところの一つとして、ストレスが加わるとですね、その脳の中に炎症を起こすような物質というものが産生されてくるというふうに言われてきています。その結果ですね、脳の神経活動が低下してしまうというようなことにつながるんだということが最近分かってまいりました。で、じゃあここに針治療がどう関わっているのかということなんですけども、これはまだ動物実験ではあるんですけども、その針治療を行った結果、その脳の中の炎症の物質が減ったというようなことが明らかになってきています。ですので、そのうつのさまざまな症状が改善しているのではないかという、まあ、そういった研究が今進められてきていると。東洋医学の可能性というのはすごく広いんですね。で、安野先生、これは今うつ病で悩んでらっしゃらない方にも関係はある話になりますか。もちろんです。冬場はウィンターブルーという言葉があるくらい、うつうつとして気分が落ち込む季節ですから、ぜひですね、心に効くツボと思って、やってみてください。それではここで安野先生直伝、心のツボ押しを伝授。皆さんもぜひ一緒にやってみましょう。まずは頭のてっぺんにある百会というツボなんですけれども、位置はですね、耳と耳を結ぶ線と顔の真ん中の線がちょうど合わさるところなんですね。真上だねこれ。で、ちょっと触ってみるとね、ちょっとポコーっとへこんでるような。あ、へこんでるへこんでる、頭蓋骨の頭のとこ。このね、百会なんですけど、先生、実はこれ馴染みのある方がゲストの中にもいる。実は私です。そう、知ってるんです。ちょっとこちらご覧いただきましょう。さあ、この日お邪魔したのは SKE48 の新曲撮影現場でございます。はい、ただね、ちょっと見ますと須田さん、あれ須田さん、はい、眠りの浅さなど不調が続いていらっしゃるようなんですよね。そうだったんですよ。おはようございます。そこでですね、早速須田さん、鍼灸師の辻さんに相談しました。出た、はい、まただ。で、辻さんが針を打ったのが先ほどご紹介しました頭にある百会というツボなんですが、うわ、ああ怖い。
この百会、ストレスに関係するツボなんだそうです。百会を治療した須田さん、無事に新曲の撮影を乗り切りました。すごい、分かりやすく元気になりました。元気になりました。腹も出てたよねえ、お腹も出して。どう須田さん、やっぱ聞く百会って、ここ押すとよく眠れるようになりました。あ、大きな眠れるっていうのは本当に、もうそれは疲れたの、眠りが深くなりましたね。いや、やってみよう、寝る前ね。あのさっき三浦さん、冷えてでも眠れないって言ってましたもんね。はい、眠り、あと寂しくて眠れない他にも先生あるんですよね。はい、はい、お願いします。もう一つは合谷という質問なんですけれども、合谷、はい、よく聞きますね。合谷、人差し指と親指の間にあるツボで、はい、あの場所大丈夫ですか。図で言うと骨骨した方、骨に近いですよ。行った先生、行くとみんな行っちゃう。ちょっと先生強すぎるでしょ行って行って、あの鎌鉄のお二人は、あと軽く押しました。鎌鉄のお二人は特にちょっと前頭葉に血液が足りないんですよ。なんか恥ずかしいなそれ。ここを押すとですね、頭もすっきりしますから、いい、まあ、ぜひね、今受験の季節ですから、受験生の方もやってみてください、ね、勉強してるお子さんたち、これであれですね、合谷で合格ですね。あ、素晴らしい。あのね、山内くんがやったら寒いって言うけど大丈夫。ありがとうございます。何で対応が違うんですか本日ご紹介してきたさまざまなツボ、皆さんいかがでしたか。実はおすすめのツボはまだまだたくさんあるんです。最後にもうちょっとだけご紹介しちゃいましょう。まずは女性ホルモンに関わるツボから。場所は内くるぶしから指4本分上にある三陰交というツボです。親指を使って3秒から5秒かけゆっくり押していきましょう。力は半個押すくらいです。続いては食べ過ぎちゃう人におすすめ、肥満のツボ。場所は耳のくぼみにあるこちらの2箇所、神門と肺というツボです。人差し指を使ってくるくると円を描くようにゆっくり5回ずつ刺激します。そして最後は美容のツボ。場所は顔にあるこちらの3箇所です。親指を使って左右それぞれ押していきましょう。本日ご紹介したツボはホームページでも公開しています。東洋医学で冬場もすっきり。ぜひ皆さんお試しを。